こんにちは、えー、ちょっと以前から、えー、このチャンネルでも言っているんですけれどもあの他の英会話のチャンネルを見るとフレーズとかリスニングで英語を習得しようというものが目立つんですが。 私はあの場面で皆さんにちょっと想像して私こういう場合はどういうふ,れどう,いう,ふうに話すかその場面で覚えていただきたいなと思うので今日はちょっとそれをピックアップします。今映像に女性がもう何でしょう 体を震わせながら悔しがっているこういう画像があります。皆さんだったらこの女性に何と声をかけますかどうしたのがまず日本語では、えー、出てくると思うんですけれども「えー、どうしたの何があったの?」は英語で「What happened?Please repeat after me.What happened? What happened? Once more, what happened? と言います。これはよく使うので覚えてください。で、この女性は、皆さんだったらどういうのを想像しますかえこういうふうに想像力をかきたてながら英語を勉強するのも面白いと思います。え せっかくダイエットをしていたのに私体重が増えたのなんでどうしてって言ってるかもしれませんよねじゃあこの女性の体重が、えー、ダイエットをしてたのに体重が増えた皆さんだったらどう言いますか「えー、体重が増える」は「ゲイン」「増えるゲイン」「体重はウェイト」 過去形にして、I gained weight.I、uh, was on a diet. またはずっとやっていたということは、uh, I have been on a diet for, 例えば three months.I have been on a diet for three months, but I gained weight. というかもしれませんねじゃあ皆さん、Please Repeat After Me.I was on a diet.I was on a diet. または I have been on a diet. ずっとダイエットしてていた。For three months, 三ヶ月もの間。I have been on a diet for, for ですね、全日、for three months.I have been on a diet for three months. でも体重が増えてしまった。But I gained a weight.Gained の D はほとんど聞こえません。I gained weight というふうになります。 え英語のダイエットと日本語のダイエットはちょっと意味が異なりますえ。日本語ではだいたいダイエットっていうと体重を減らすという意味に用いられますが、英語では規則正しい食生活をするっていうのをダイエットっていうふうに言います。で、体重を減らすっていうのはルーズウェイト。ルーズウェイト。 言います例えば私は体重を減らしたいという場合は「I want to lose weight」I weight want to lose、weight. というのが正しい言い方です。めでたくもし体重が落ちて痩せたという場合は「gain」の反対でルーズ「lose」「lose」の過去形は「lost」「I lost weight」って言ったら「 痩せたの ?I'm so happy.I'm so happy.I lost my weight. じゃあ皆さんも続けて言ってみてください。I'm so happy.I lost my weight.I'm so happy.I lost my weight. こういうふうに、まあ、身近なことから、えー、英語を場面場面で覚えるっていうのも えー、一つのやり方なので皆さんも想像力を働かせてこういう時はどう言うんだろうこの時の英語っていうのは分からない時は翻訳ととかで、えー、チェックして見るのもいいと思い思ます今回は場面で覚える会話、まあ、これからあのそれを続けていきたいと思うんですけどもこういう場面ではこういうことをするというのはフレーズばかり覚えても シ,あのシチュエーションとマッチしないと頭でかちになるん企業の英語でいい成績を取るというのと英会話は全く違います。 え皆さんも英語っていうといい成績取らなきゃとか間違えちゃいけないなんていうふうにあの固く思われてる方もいらっしゃると思うんですけど英会話の場合は別に授業じゃないしいい成績取らなくてもいいんですね自分の伝えたいことを言,う言えるようになるっていうのがあの目的なので。えーここ こういう場面ではどういうふうに言うか、それがとっさにこう出てくるようになると面白くなります。少しずつ、少しずつ、少しずつ始めてください。